今回は今話題のね、花前ヘドバク型不思議花、これやっていこうか。なんか最近ネットでね、花前ヘドバク型がね、まあ強いとか弱いとかいうね、論争を割と見かけるからな。触っていこうぜ、今回。で、持ち物は、今回すり抜けスプーンにこだわりメガネに、あと一つ何持ってんだっけ？そう、呪いのお香だね。やっぱヘドバクの持続ダメージで相手の回復力とか落とせたらいいからな。で、花前ヘドバク型は、耐久力は、まあ、不思議花ゴミだからな、耐久力はな。ギガドレでなんか耐久力ごまかしてみたいなところはあったからな、花前型はな。今回ないから、ヘドバクを撒き散らす方になると思うね、とにかく。まあ、理想はね、は取れなかったか。強化攻撃で取りたかったんだけど、まあ、先に、こいつをバチンってやっといて、逃がさん！いいね。はい、取っていく。いいよ。はい。いや、強化攻撃外したけど、まあ、いっか。倒せたもんな。ムニムニ、いいね。ムニムニ。最高だよ、ムニムニ。確かにこれも置いといて、あ、それ無理だわ。それは無理。調子こきすぎたな。いや、アブソルが、楽しそう、すごく。アブソルがいいのか。花前ヘドバク型はね、結構、ポケモンユナイトの初期にね、使った覚えがあるんだけど、ヘドバクの技の待ち時間を花前を敵に当てることによってさ、短くできるんだよな。それで、よし、ナイス、いいよ。ちょ、アシスト入ってるよな、キル足な。いいね。これちょっと行きたくねえな、俺、アブソル。マジで怖い、アブソル。これで多分引いちゃうと味方が死んじゃうから、まずいね、これね。一旦草むら隠れといて。かわしていいよ。痛い。正面向いて。いや、無理だよね。まあ、でも、今のでも戦ってあげないとさ、ちょっとなんか、今ので逃げれないよね。まあ、でも逃げればよかったんだけどね。結果的にはね。マジで偉い。リザード。本当に偉い。真ん中寄りてえけどな。ヘドバック覚えたいな、そう。ヘドバクの技の待ち時間を花前を当てることによってめっちゃ短くして連打できるんだけどさ。まあおそらくそういうのは敵の数が少ない時とかだな。人数有利とかの時にやんないと、それは。即溶けさせられるから基本的にはもう、ヘドバクを撒き散らして、あとなんかミミッキとかリザードンとかに、リザードンいるの今回割といいかもな。来た、いいよ。よし、いいよ。ナイス、ヘドバク覚えて。リザードンに刈り取ってもらって、リザードンのダイモンズとヘドバクでガッツリ、もぎ取れたらマジで気持ちいいよな。ちょ、アブソル対面俺もうちょっとやめるわ。もう無理。アブソルは。帰ってきたんだ。あ、それうまい。アブソルはね、ガチきついから、あんまりアブソルとは、やりたくなくて。そう、きついんだよな。まあ、ムニムニと一緒にね、ちょっと動いていきたいね。まあ、あとあれだな、なんだっけ。不思議花は俺だわ。ヤドランか。と一緒に動いていきたいね。なんか早めにちょっと7レベルにならないとな、俺もな。ヘドバク巻き散らしていこうかね。しっかりね。あとちょっとなんだけどな、ヘドバク。いいね。アシスト入ってるな、一応な。でも、違うんだよ。待て、いる。いや、気をつけないとな、マジで、アブソルに。本当にきついからな、気をつけないとな。一応、今回、花前があるから。いや、それマジナイス。ほんと、それ欲しかった、俺。一応、花前があれば、機動力上げれるから、めちゃくちゃお邪魔要因としては、生きていけると思うんだよな。馬車もやれそうだよ、ワンちゃん。これも突っ込んでさ、ヘドバック巻き散らすわ、こうやって。こういうとこへ、まずい、そう、最悪。生きてたの、馬車も、お前、いたのか、馬車も。おい、ナイス、いいよ。割られちゃわないか。いいね。一応今、キルできたよね。いいね。チャンスができた時とかはね、まあ、基本ヘドバックで、周りうろうろしといて、チャンスができたら、まあ、花びらの前当てに行って、ヘドバック短縮からの、がっつりやっていくのがいいんじゃねえかな。これ上レーン行って、弱いものいじめしようか。怖
こういう時にやっぱヘドバックを巻き散らすのが一番いいからな、こうやって。ちょっと18決めるか、一旦。ナイス、いいよ。イワパレスとか特にいじめがやりそうなんだけどね。ヘドバックでね。クソいじめがやりそうなんだけど。まあ、来なさそうだよな。あと、ユナイト技ちゃんと当てないとな。いないか。まあ、アブソルはそんなに怖くないと思うんだよ。まあ、怖いけど。怖いけど、そんなバカなことしなきゃ多分大丈夫と思うんだよね。上レーン行こうか。いや、アブソルに追われてる気がするね。こっち来い。大丈夫かな。来るぞ、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 来るぞ。どうせいる。これチェック。上レーン、ちょっとでいけないよね。アブソルがそこで、いる可能性あるんで。だって、まだ見えてないもんね。全然俺いる気がする。それがどこだろうな。回り込んできてるとか、そっち系な、感じがするな。これヘッドバック巻いていいよ。そう、こういうとこしっかりヘッドバック巻いていけんだよな、こうやって。はい。はぁ、おーい。あと少しなんだけどな。最低、マジで。めっちゃ来てた。意外とバリアードも変えられるもんな。よくないね。ちゃんと仕留めるべきだったね。それか、ちょっとヘドバックちゃんと狙いに行くべきだったんだよな。こういう防御は結構できる気がする。しっかり巻いといて。でもこれはね、あの、鼻前巻いて突っ込んだら多分普通に死ぬんで。さあ、しっかり引いといて。ヘドバック巻いてね。こうやってね、ヘドバック巻いといて。やっていくのが一番いいんだけど。あと集団戦ちゃんとやらなきゃいけないね。さっきのバリアード仕留めれなかったら本当に悔しすぎる。ちょっとヘドバックの位置悪かったもんね、すごくね。オートエイムで狙ったのが本当に良くなかったわ。ちゃんと先読みして狙うべきだったね。まあ、ちょっと、なんかパワースワップだっけ、あれで移動速度上がるよな。あれもある気がする。で、こういうの味方ちょっと守れるムーブできる気がするけど、ちょっと敵があまりにも多いからな。マジで多いな、本当に。で、こういうとこ、こういうとこヘドバック巻いとくと結構いい感じになるんじゃないかな。で、絶対逃がすなよ。こう先読みだよ、これだよな。こういう使い方しないとダメだね。まあでも今無理やり短縮して、ヘドバック短縮して、いけたからな。そう、とにかくちょっと弱い者いじめを意識しないといけないね。やっぱりね。ちょっと HP が1メモリ削れてくから、それあれしに行くか。どうしようか、みゆき大丈夫かな、あのとこ飛んで。死にそうだけど、普通に。ヘドバック巻いといて、で、いいよ。アブソルとかどこにいるかな。一応ちょっと、弱いモネージメこれできるな、多分。来た、いいね。で、ちゃんとこれ当てるべき、これは。はい、いいよ。当てて、走れ。いいよ、オッケーオッケーオッケー。まあ、鈍足効果ちゃんと活かしてね、やっていかないとな。回復はちゃんと、体力を多く保っといたらいいからね。あと中央に、ちょ、まずいな。ユナイト技二人とも抱え落ちしてんのはちょっとまずいね。まあ、でもユナイト技俺残ってっから、ラストヒット一応ラストヒットは見える。やばい、捕まった。寄れねえ。でも、真ん中2枚、ちょっと排除できてっから。いや、寄れねえ。さあ、頑張ってやっていこうぜ。今回は学習装置2枚ね、いてくれてるのマジでありがたいな。今、上レーンで、やっていこうか、しっかりね。葉っぱカット打ちたかったんだけど、打つ暇な、ちょっとなくなったな、今。学習、いや、ちょっと離れすぎたかな、学習装置から。ちょっと今の距離怪しいんだよな。結構、学習装置に近くないと、両方に経験値が入んないという。いやー、種爆弾からの葉っぱカッターがやっぱいいんだけどね。嘘。種爆弾からの、あれだわ。強化攻撃ね。取りやすいね。これ取りやすいらしいからね。葉っぱカッターでもいいんだろうけど、葉っぱカッターちょっと運ゲーだよね。葉っぱカッターが、無難というか、
ナイス取った。いいね。ミミッキュねー、まあ。ピカチュウにも葉っぱカット当てといて、やっていこうか。いや、結構ヤドランが取ってくれてそう。なんかこの、4レベルの半分だから、いや、これヤドランにあげてよくね、全部。全部あげていいわ。で、ヤドランになってもらった方が多分ここは、ソーブレイズとしても嬉しいんじゃないか。ご利用してきそうだしね。で、しっかり、まだピカチュウがいるからね。ここでヘッドバックか。いいね、あり。いや、ここのヘッドバック超強い。あー、強い。ここのヘッドバックはね、超強い。鈍足効果あるとね、やっぱいいね。相手に、アタッカーと一緒に動いて鈍足効果を負けたらな、アタッカーが、だいぶ楽にキルできそうだよね。そうなんだよな。ソーブレズ中央戻んないのかな？中央戻んないなら、7レベルに俺なりたいんだけど。あれかな？でもそのままも行くっていう感じなのかな？ピカチュウもいるしな。まあ、でも一旦ここは、あいつラスト人取りやがったな。はい、ヘッドバック。いや、いいね。やばすぎる、今のは、ピカチュウ。一応、ヘッドバック当たってるけど。はい。はい、いいね。ヘッドバック当てとくといいね。あ、でも今回あれなんだよな。もう決めちゃうわ、これ。あー、決めてくれたね。いいね、ナイス。アブソル気をつけないとな。まあ、でも今回、花舞が両、片方使えるから、アブソルは、普通の方よりマシな気がするね。ナイスよ。花舞がないより全然マシなんだよな。アブソル相手にするときはな。で、これ、ラストヒット能力あんまないからさ、このままちょっと下行って、がっつり、上残りしてもな、微妙な気がする。アタッカーとやっぱ一緒に動くことに、集団戦することに意味がある気がするから、ちゃんと集団戦は寄ってあげたいんだよな。できればね。相手、空火がいるね。分からせに行こうか。空火をね。分からせに行こう、しっかり。で、これで、ヘッドバック負けるんで。最悪。ヘッドバック巻いて。倒した。倒したね、いいよ。しっかりヘッドバック巻いて倒しといて、これキルできたの美味しいな。ミミッキュもいんのか。ミミッキュもちょっと相手しちゃダメだね。よくないね。いや、タイマンはほんとダメなんだよな、ね。よくないんだよな。かわしていいよ。どうしようね、これね。ユナイターザ打ちたいけど。いや、これユナイターザ打っちゃう、ここでも。いいでよ。まあね、守りは結構やりやすそうなんだよな。ヘッドバックであれできれば。花舞ちょっと当てるだけでいいんだよな、これな。だけで短縮できるから。いいよ。まあ、ヌメルゴンと殴り合う道理もないしね。回復されるだけなんで。やつとしてもね。40俺もういっちゃうわ、これも。ナイスいいよ。あと、上レーンだな。この機動力活かして、ちゃんと、集団戦に、顔を出してあげたいっていうのがやっぱあるからね、ちゃんとね。みんな行っちゃったから、でもあれだね、下レーンお釈迦になっちゃうかもしんないね。まあまあ、そうなったらもうしゃあねえよ。もうしゃあねえよ、そうなったら。おっと、本当に言っていいのかな、これ。マジで？マジ怖いんだけど、すごく怖い。ヘッドバック巻いといて、いいよ、ヘッドバック。痛い、マジで痛い。一旦あそこにヘッドバック巻いといて、ユナイト技、入って良さそうだな。よし。ミミッキュ刈り取っといて、一旦遅延だけしとこう。いるんだぞっていうのだけちょっと見せといて、まあ、レジエレキ殴りにくくするってよ。危ね。しようと思ったんだけど、厳しいね、ちょっとね。ヌメルゴンちょっと当てに行こうか。で、巻いといて、苦しい。
ヌメルゴンはちゃもうちゃんとヘッドバック連打でがっつりヌメルゴン結構借りやすくていいね。もう最悪マジで痛い。ちょっとヘッドバック巻きたかったけど、ちょっと仕方ないよな。相手もユナイト技とかあっただろうしな。どうしようかな、これ。まあ、さすがに下じゃね？もう、上来ないだろう。と。ただ、俺たちに、レジスチリをやる元気があるのかどうかだよな。いや、なんか、もうちょっとで防衛ちゃんとできそうだったよね。もう少しでな。まあ、フーパのユナイトがあるから、多分、フーパのユナイトで、呼んでもらえる。あ、ナイス、フーパ、助かる、マジで。ユナイト技をちゃんと、貯めてくれるフーパがいると。よし、ナイス、いいよ。いや、アサシンにヘドバック負けたらマジで美味しいね。はい。まあ、ピカチュウに一旦、鈍足効果巻いとくんだけど、あとは、もう通常攻撃とか打たなくていい。もう、ヘドバックをいっぱい負ければもういいからな。ヘドバックしっかり巻きに行こうやって。で、ヘドバック巻いといて、いいよ。はい、ヘドバックも。いや、これちょっと逃げるべきだな。アブソルはレンス、キルの連鎖が繋がるから、ここはもうしっかり、ガン引きするべき。花前もアップグレードされて、今回めちゃくちゃいいな。で、ヘドバック巻いといて、これ怖すぎんだろ、マジで。ちょっと当てに行こうか。ミミッキーに当てに行っといて、ヘドバック巻いて、いいよ。いいね。でも通常攻撃今回振る必要ないからな。別に。振ったところでそんな変わんないからな。なんでもう、とにかく、鼻前当てて死なないように動くだけ。これ人数的に多分、振りってないと思うから、ちゃんとしっかり当てに行こうかね。ヘドバック巻き散らしてね、こうやって。ヘドバックもう一丁巻き。ははは。ははは。ヌメルゴンキラーだ。だいぶヌメルゴン嫌ってる。いいね。惜しい。ギリ取ったね。あとはどうしよっかね。でもね、自分やばいから、それだけはまず気をつけなきゃいけないから、ほんと、弱い者いじめよ。弱い者いじめをちゃんとしていくのは結構大事なんで。ヤドラン逃げれっかな。いや、無理かな、ヤドラン逃げんのは。ちょ、これなんか危なくね、なんか。殴ってきそうで怖いんだけど。なんか怪しくね、なんか。大丈夫かな。一応ラストヒット狙いそうなんで。全然だったラストヒット。フーパーがユナイトがあるからしっかりここで。いや取れねえ、いけ。うわー惜しい。がっつり走ったらいいかもな、これ。いやでもアブソルいるから、これあれだな、一旦帰ってたな。危ね、帰っといて、まあ、スカニアが止めてくれてるから、逆サイドとか、になるかな。まあ、時間でもな、ねえんだよな、あんまりな。そうなんだよな。てか、アブソルがね、帰ってきちゃうからな。ピカチュウはこれ、ちゃんとがっつりいけそうな気がするんだよ。まあ、でも、逃がしちゃうな。ラブソロのエナジーは多分ないから、一応でも、よし、ピカチュウぶちのめしといて、走れ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 、走れ。気合見せろ、花前の。敵、でも見えないんだよな、数がな。飛んできそうだよね、これね。いるか。いや、まあまあいい、ここが死んだのはもういいんだけど、ちゃんとちょっと集団戦ね、難しかったね、最後のね。いやなんかそうなんだよな、怪しい雰囲気になってたんだよな、最後の集団戦がな。ちょっとばらけちゃってたりしたよな。ナイス、あぶねえ。いいね、結構キル取れたな今回な。今回なんか構成がエゴいな、俺たち。エゴイスト構成だな。まあ、プクリンがタンクっぽいことしてくれるんだろうけど、結構辛そうだよね。これちょっとこうやって当てていくわ。よし、いいよ。
こいつも経験値欲しいだろうから、ちゃんと当てといて、で、葉っぱカッターしっかりと。いいね。葉っぱカッターの精度が結構いいよ。お、取った。なんか、なんか。あ、いいね。いや、これ取れたらマジで熱いな。ちょっと到着遅れちゃったけど。マジで熱いな。そう、あれなんだよな。俺、歯ぎしり結構ね、夜とかしちゃうんだけどさ。で、なんかね、いろいろね、最近治療で歯とか削ったから、ナイトガードを今までしてたんだけど、それ使えなくなっちゃってさ、歯型が変わっちゃってさ。で、でもナイトガード毎日するのだりいしさ、そう、だるいんだよね、結構ナイトガード。朝起きて、なんか洗わなきゃいけないしね。だるいからもうね、なんだっけ。そう、歯ぎしり治療のボトックスにしようと思って、今日それやってきたんだけどさ。ボトックス打つとき、まあ、注射だね。痛かったね。なんか痛かった普通に。やっぱ注射俺嫌いだわ。やっぱり痛い、すごく痛かった。ちょ、早くこれあれ覚えなきゃいけないね。そう、覚えなきゃいけないんだよな。なんかで意外とね、そう、いろいろ最近というか、そうだね、最近歯医者さんに通うことが多いんだけど、最初親知らず、この前親知らず抜くとかねだったんだけど、親知らずの抜くとかは思ったよりね、痛くなかったな。怖い音はしてたけどね。メリみたいな、メリメリみたいな音はして、怖い音はしてたんだけど、そうなんだよな。意外と痛そうなのがあんま痛くなくて、そんな痛くなさそうなのが痛いんだよな。そうなんだよ。ちょっと待てよ、これヘッドバックちゃんと巻いていきたいね。ちょっとこれ参戦できないな。ヘッドバック一応いや、助けらんなかったなぁ。まあ、でも、鼻前がないと寄れないんだよな。そうなんだよな。鼻前がないと寄れないから。ちゃんとね、寄っといて、やっていきたいね。鼻前覚えてね。でもこれ、下レーンはやられてちゃってるんで、あともうちょっと上に、みんなで集まっていけたらいいんだけど、鼻前覚えてえなぁ。ちょっとなぁ。ニンフィアスやばいぞ。敵めっちゃ寄ってきそうな気がする。大丈夫かな。なんか、一人やり損ねるとね、だいぶ寄ってきちゃうからな。当てに行こうかと思ったけど、多分やめた方がいいね。これはヘッドバックちゃんと巻いていった方がいいね。ここに、こういうところに。ヘッドバック巻いといて。で、ヘッドバック連打しながらこうやって、いっといて。いいよ。で、もうちょいヘッドバック。で、毒で呪いのお香とヘッドバックがいいね。すごくいい。呪いのお香とヘッドバックやっぱりいいね。これ多分もう削った方がいいね。敵が来る前にね。で、これさ、レジェ歴殴ってもさ、マジやばい、マジやばい、マジ、あと頼んだ、あと頼んだわ。ちょうどいいとこまで削ったから、ちょっと待って、まずいな、まずいな。最悪だ殴りきれなかった。いや、これさ、花舞さ、S バとか諦めてるもんな、もうな。花舞さ、あれでもいいのにな。注目が飛び交い始めた花舞さ、なんか野生がモンスターに当ててもさ、これでも一旦飛んだね、ピカチュウね。一旦この上レーンさえやられなければ多分大丈夫なんだよね、まあ、これちょっと言ってあげようぜ。ちゃんと言ってあげよう。これはユナイト技打っといて、あ、いい感じ、いい感じでユナイト技入った。でヘッドバックしっかり巻いといて、遅くしといてね。はい、ナイス、いいよ。意外とキル取れるんだよな、さっきの試合もそうだったけど。でこういうとこしっかりヘッドバック巻いといて、で、花舞からのヘッドバックで、ちゃんとね、鈍足効果巻き散らしながら、アタッカー動きやすくしていく。ちょ、エースバーンがちょっとなんか雑になってる気がする。ちょ、一旦引かん、これ。体力やばいわ、お前ら。お前ら体力やばいから、引いた方がいい気がする。このまま戦うのは、割と悪手な気がするし、エースバーンがもう、
エースバーンね、俺たちのエースバーン、ちょっと雑になってる気がするから。まあ、ウェレにつぎ込むとかにちょうどいいんじゃないかなって思うんだけど、どうだろう、30ポイントで。これ割れたら結構熱いんだけど。間に合うかな、間に合った。あと10ポイント欲しいね。もう一人来てくれてたらだいぶ楽だったんだけど、さ。俺たちとニンフィアだけじゃちょっとだいぶきちんだよな、ちょっとな。ちょ、ガンガン殴ろうぜ、これ、S 番。多分もう集団戦結構きついから、がっつり殴っちゃっていいと思うよ。で、こいつにしっかりとあれするんで、俺。ヘッドバック巻いて、いいとこ見せるんで。で、ナイス、いいよ。今回集団戦うまくいってるね、すごく。マジ、なんか引っかかったな。ヘッドバック巻いて、ヘッドバック。で、ピカチュウ今回ゲンガーがいるからヘッドバック結構、グピ。ゲンガーとシナジーがありそうだけどな、今回な。ちゃんと集団戦でき始めたら、俺たちもまだまだ参ると思うよ。注目。プクリンとエースバーなんか喧嘩してんだよな。なんか仲悪いんだよな。何があったんだろうな。そこまで見れてなかったんだけど。何があったんだろうな。多分ね、二人、あれしてんの、あれだよ、プクリンとエースバーンだよ。マジでめんどくさいな、ほんとに。よくないね。厳しいね。男として成熟しないよ、それは。これ、男として成熟しないよ、そんなことしてたらさ。厳しいって。マジ、メンズコーチの動画見た方がいい。今、あれしてる奴ら、諦めてる奴ら。一旦、ここは、下レーンの集団戦は、きついから、レジ力さえ送り込まれなければ全然、なんとかなると思うから、一旦ここおとなしくしながらやっていこうぜ。危ないね。これ機動力なかったらやばかったな。やばい、ピカチュウ。もうエースマン、ピカチュウに駆られてたりするからな。ちょっと、やっぱ雑になってるよね、きっとね。ピカチュウいるかな、多分いそうな気がするな。いないか、ピカチュウ。ピカチュウいないかな。ゲンガーのレベルとかもちょっと上げてもらいたいな。あ、俺が取った判定になってんじゃん、これ。ヘッドバックでアシストしたのが良くなかったな。これ、ちょっと悲観マジで、一旦、リライト吐かないと、これ。やばそうだもんな、これね。もうここで詰めに行かないとガチでやばそうだから。他のみんな来てないんだけど、ここで二人ぐらい落とし、いや、行かないと多分、あれだよな、集団戦できずに終わってたよね、多分ね。でもどの道、きついか。行け、スバ行け、スバ行け、ユナイターソーで